4日 Vlog です。今から石引にあるカウンセラーカレッジ石川さんに向かっています。でそこで、私はカウンセリングとかコーチングの資格を、取得したり、学んだりして講座を学んだり、あとは講師としてワークショップとかセミナーを開かせていただいたりもしています。で、なんでコーチングとかカウンセリングを学んでいるかというと、やっぱりバレーボールスクールで小学生中学生の子どもたちに関わる以上、メンタル面の心のケアっていうのは絶対必須だと思ってるんですね。で、私小学1年生からバレーボールをしてきましたし、一通りこう辛い経験だったりとか、プレッシャーのかかる場面で試合を行ったりとか、いろいろ経験はしてきたんですけど、やっぱりこう自分の経験とは全く別物、自分がどんだけ経験があるからといっても、目の前の子どもたちの悩みに対してどうアドバイスするかっていうのは、私の感覚でアドバイスしちゃいけないと思っているんですね。で、一番最初にメンタルトレーニングをメンタルコーチングとか学び始めたきっかけっていうのが、知人のバレーボール部の、その時は高校生だったんですけど、選手の悩みを聞いた時に、私が対応できると思っていて自分なりにアドバイスした結果、全くこう響かなかったというか、その子にこう何もしてあげることができなかったんですね。でその時にちゃんとしたこう知識を学んで、専門的な方からしっかりアドバイスの知識を学んだ上で、自分がこう子どもたちと関わらなきゃいけないなっていうことを痛感したので、それ以来ずっと学んでいます。で、そこに今からカウンセラーカレッジ石川さんに行くと、他にもカウンセラーの先生がいらっしゃるので、なんかいろいろこう話を聞いたりとか、たまにスクールの選手生徒だの悩みとかを聞いて、自分がこういうアドバイスをしたんだけどどうかとか、どういう対応がいいのかとか、あとは、私では対応できない時ってあるんですね。悩みの度合いというか、その子の心のマイナス具合っていうんですかね、メンタルのマイナス具合がすごく大きい時は私では対応できないので、やっぱり専門家にちゃんとアドバイスをいただくっていうことをしています。トンネル入るけど大丈夫かな。大丈夫そう。なので以前も何人か、カウンセラーの先生、私じゃないカウンセラーの先生に紹介をして、実際にカウンセリングを受けていたって子もいました。でやっぱり中学生とかって、特に思春期反抗期だったりとか、あと、私も自分が中学の時にクラスに行けない時期とかがあって、例えば今の子たちだったらスマホでのなんかこう悩みとかももちろんあるでしょうし、その親に言えない悩みとかっていうのもたくさん抱えてると思うんですね。そんな時にただ自分の経験とか感覚で、アドバイスするのではなくて、そういう子にはどんな風に対応したらいいのかとか、どういうアドバイスの、アドバイスしちゃいけない時っていうのもあるので、そういうのが、学ぶようになってから分かるようになってきました。であとは子どもたちの顔色を見たり、練習に来た時の顔色をだったり表情だったり、声のトーンとかいろいろチェックするんですけど、私なりのこの基準みたいのがあって、チェックした時に気づけるようにもなりました。あ、なんか今日あったなとか、なんか悩んでるな今っていうのが分かるようになってきました。でそういうのって必ずプレーに現
怖いっていう一言で片付ける方って結構多いんですけど、そうではなくて必ず原因があって、大体こうメンタルの不調から来てる時っていうのがあります。でそういう時はちゃんとこう原因を取り除いてあげるというか、解決すれば治っていくし必ず良くなるので、そういう面でのサポートができるようになったっていうのも私としては大きな強みかなと思ってます。あと自分のメンタルですよね。私もメンタルコーチとはいえ、なんかたまにメンタルコーチだからこう感情の浮き沈みがないとかっていう風に思われる方もいるんですけど、決してそうではなくて、やっぱりメンタルコーチであっても落ち込むときは落ち込むし、イラッとくるときはイラッとくるし、不安になるときは不安になります。なのでそんな時に例えば自分のこうプライベートなことで自分のメンタルがこう落ちている状態で体育館に行って、子どもたちと関わるっていうのはすごく私は無責任だったり危険なことだっていうふうに思ってるので、必ず体育館に行く時には自分の感情とかをコントロールしたりとか、メンタルが多少落ちてもすぐにこう上がるように工夫をできるようになったっていうのもこのカウンセリングとかコーチングを学んでからですね。なので小中学生にもしこの Vlog 見てる方で小中学生、高校生もそうですけどと関わるお仕事とかあと教室運営とかされてる方がいらっしゃったら、ぜひカウンセリングとかコーチングは学んだ方がよりいいサポートができると思いますし、自分の感情をコントロールしたりとか自分のメンタル不調に早く気づいてそこを対応できるようになるので、おすすめというか必ずやった方がいいと思います。保護者のスクールの選手だったり保護者の皆さんに対しては、悩んでいる時に自分一人で解決しようとか、自問自答してなんかこう解決しようとするのではなくて、ぜひ悩みがあったら、あってもなくてもいいんですけど、私は力になりたいと思っているので、いつでも連絡いただけたらと思います。天気がちょっと不安定ですね。さっきなんか雨降ってあられっぽかったので寒いなと思ったんですけど、今すっごい天気が良くて運転してたら暑いぐらい、こういう天気が、コロコロ変わったりとか不安定な時っていうのは心も同じく不安定になりやすいので、やっぱりメンタル面っていうのはいろんなところに影響するし、メンタルの変化はパフォーマンスに影響するので、パフォーマンスが下がればもちろんその生き方っていうか、目標に対してとか、人生を変えるっていうことになってくるので、心のケアっていうのはやっぱり大切ですね。ということでそろそろ到着しそうなので、行っていきたいと思います。